ヒートノックアップストリーム、空島に行きたい、ギュインのガーンバーンっていう感じで、つぶりやすい。ちょっとリモコン落とさないで、ちょっと、こんにちは、美容師の松健です。さあ今日もやっていきましょう。はい、まずはバリカンをね、バリバリバリ入れていってますけれども、今日は何をするかっていうと、こんな感じの髪型を作っていきます。こういうなんか襟足がギューンってなって、ガーンってなって、ノックアップストリームショートって感じで、このモサッとしたね、ちょっとね、前回キムタクヘアにしたんですけど、モサモサしてきた石山くんの髪を切っていきたいと思います。はい、まずは さっきの続きでサイドを刈り上げていきますね。こうね、こうちょうどフェードしていくように、こう下から上に向かって、このね短い長さでもフェードできるように、バリカン入れる時もね、こうちょっと手前にこうクイッとひねって、こうグラデーションを作ってる感じですね。こう長さを全部一瞬しないっていう、ちょっとこの後ねハサミ入れていくんで、この上の方をちょっと長さ残してるのをぼかす感じで、これですね、ぼかしていきます。これで伸びた時も自然な感じで、もうこうフィットして伸びていくっていう感じの計算に、切っておりますね。はい、はい、ではバックですね。バックはこう丸みをこうフェードじゃないノックアップショットっていうね、こうポイント、後ろのこの出てる部分をかなり強調していくようなカットをしていきますので、結構長さを残す部分を残して、ギュインと中にね、グラデーショングイッとこう、もうグーンとこう刈り上げていって、出すとこは出して、ギュインのガーンのバーンっていう感じでやっていきたいと思います。はい、でこのね、耳裏のところも、ここもしっかり切ってあげることによって、後ろのボリューム感を強調できますね。はい、しっかりこう丸みを意識して、まあ、今日はもう丸みっていうよりも、丸じゃなくても鋭利に入っていく感じなんで、角度もねちょっとこうきつめにがっつりこう残していく感じでね、いい形になってきましたね。でもまだまだこれまでいきますからね、まあ、これあらかたのこう形のバランスを見ながら今切ってる感じなんですけども、最終的にはすごい下の方をえぐるように刈り上げていくつもりです。はい、ここもそうですね、ポイントとなる後ろのボリュームを残すように、しっかり耳にこう突き刺すような角度でね、残すとか残すっていう感じですね。はい、で今やった部分をしっかりこう、今度はバリカンで粗くえぐっていく感じで入れていきます。ちょっとね、襟足の癖がねかなり独特なので、この辺もちょっとこう亡き者にしていって、かっこいい部分だけ残すような感じでやっていくので、慎重にね段階を踏みながらやっていきます。一発でこのバリカンとかやっちゃうとね、まあいいんですけど、まあ結構大変ですね。あとはこうめちゃめちゃ毛飛んできて、目に刺さったり鼻に入ったり口に入ったりして大変です。はい、で何ですかね、左手今なんかちょっとやってましたけど、こう次はシェーバーで細かくですね、粗くやって、細くだんだん緻密な形を作っていく意識でやっていきます。はい、そうですね、ちょっとずつ、まあ、こう綺麗にグラデーションボケるような感じでね、やっていった方がいいですね。伸びた時のね完成度が変わりますからね、何ヶ月も持つようにしっかりこう角度決めてやっていきます。癖があるところもしっかり出てくるところを取っていくって感じですね。で細かくハサミでもチェックしていきます、ね、これで終わっちゃってもね、全然なんかマッシュショートっぽい感じでいいんですけど、今日はどっちかっていうと動きがあって軽さがあって、ノックアップするって感じでね、やっていきたいと思いますんで、はい、耳裏もねしっかりやっていきましょう。はい、で今度はトップです。こうね、残すとこは残すって言ったんですけど、上はしっかり切って、この長く、ちょっとこの長く残すとこはしっかり長く残していきましょう。そう、ここしっかり残していくんですね。これちょっと残しすぎなぐらいですからね、普通のカットにしては。でもわざと今日はポイントの、デザインのポイントになるので、こう逃がしながら切っていくって感じですね。こう逃がす感じで、この真ん中の後頭部の真ん中のところが一番長くなるように切ることによって、横から見た時のシルエットをしっかり、こう出てくるような感じでえぐった時に、ね、なるように。あとここの前頭部の部分、結構距離が長いので、そこはしっかり詰めて、前髪の長さを決めるというよりは、ここの横から見たバランスを見て切っていった方がメンズはかっこよくなるかなと思います。あまり前髪の長さにこだわりすぎて横から見た時にダサかったら意味ないので、そこもちょっとお客様と相談した上で
横から見たね、シルエットっていうのはすごい大事になってきて、やっぱそういうところを他の人は見てるので、自分ではね、なかなか見えないところですけども、美容師はそういうところをアドバイスした方がいいんじゃないかなと思っております。はい。でもね、こう一応アウトラインはそんな切らないようにしてるんで、あんま長さは変わってないと思いますけどね、角度、頭の形の補正とかをね、しっかりしていくので、ここも上から切ることによって、鉢をしっかり落として、鉢がでかくならないように。面長の人の場合とかね、横にも厚み残した方がいいんで、っていう感じで、長さを残した部分を今度すいていきます。わざと長さを残して、スタイリングした時に動きが出るようにしてるので、そこはちょっと、厚く残ったり長く残ったりしてるんですけども、そこの長さを残しつつ軽さを出すことによって、スタイリングした時の、動きだったりとか、躍動感を出すようにしていきたいと思います。結構入れますね。がっつり。もう、めちゃめちゃ軽くしていきます。で、立たせたいところとか、この溜まる部分、さっき言った前頭葉の部分とかっていうのも結構毛が溜まる、毛量が多くなってる部分だったので、今回はしっかり入れております。で、こう、上にふんわりさせたいので、持ち上げながら入れてる感じですね。はい。まあ、この場所によって毛がどれぐらい溜まるかっていうのが変わってくるので、その溜まる部分を見ながら、入れる回数とかもね、ここも潰れやすいので、ちょっと起こし、ちょっとリモコン落とさないで、ちょっと、やっていきますね。こう潰れるところはこうしっかりこう起こしてやるって感じですね。うん、こうさっき言ったところですね。はい。で、これまたチェックで細かいところしっかり綺麗に、ね、整えていきます。今回ね、襟足からのバックのボリュームってすごい大事なポイントになっていくので、結構こう大事にやっていきたいと思います。今度はハサミ持ち替えまして、さっきセンニングだったんですけども、今度は普通のハサミでポインティングですね。もう本当に溜まってる場所を、ポイントでもうここをもう一発集中して、ここが起きてほしいな、起きてほしい、立ってほしいっていうところを入れております。やっぱね、結構こう前頭の部分溜まってるんで、そこの部分の軽さ出していきたいと思いますね。ちっちゃくなってきてるんじゃないですかね、横から見たら後ろって。うん、いいじゃないですか。まずここですね、ここね、溜まる人いるんですよ。ここ溜まってると結構ダサかったりするんで、ちょっとね、よく見てやってあげた方がスタイリングが、ね、しやすくなりますね。はい、今度ドライヤーでね、ドライヤーでもスタイリングですからね、今日もドライヤーも超大事なポイントになってきます。はい、こういう感じでね、でも軽さでいいんじゃないですかね、まあ、ドライヤーね、今回ちょっとぜひお伝えしたい技があるんですけども、もう今ちょっとねやってるんですけどね、もうこれを私開発しましたね、うん、まあなんと言いますかね、ドライヤーでやる秘技というかね、ノックアップストリームっていうね、こうノックアップストリーム分かりますかね、皆さん。某有名海賊漫画に出てくるね、空島に行きたい時のやつですね。こう、下から上にガーンと持ち上げるように、こうドーンとこう上げることによって、このワックスつける時のね、感じ見てもらいたいんですけども、これはエレベーターの10階ですね。全然空には届かない10階建てのワックスをつけていきたいと思います。まあ、ここね、ノックアップストリーム出ました。ノックアップストリームですね。これもノックアップストリームですね。空島に届くほどの下から上への激流を作っていくって感じですね。前の方はまあ、なんか空島をイメージしてやればかっこよくなります。まあ、大事なのは後ろのノックアップストリームなんで、まあね、ストリームでも名付けてノックアップストリームショートっていうのね、今年流行らせようと思って2020ノックアップストリームショートっていうのちょっとね検索してもらいたいなと思っておりますね。どうですか、でもすごいノックアップしてるんじゃないんでしょうかね。もうでもほとんどもう今もう完成してるんですよね。パパってつけた感じのように見えると思うんですけど、本当に簡単にこのシルエット作っていけると思うんで、もうおすすめのスタイルかなっていうね、これから春夏に向けてということで、はい、やっていきました。さてどうなったでしょうか。サイドからシルエットノックアップしております。それで束感と躍動感出て、まあ、重い印象なくなっております。襟足からのこのビュインってね、こうえぐれてる感じがいいんじゃないですかね。はい、ということで今日の動画はこちら、ここまでになります。はい、皆さんよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。